半麻洋先生が買った商品ですね。昨日買ったのは19日ね、注文しました。鶏胸2キロをね、4つ、8キロと、国産若鶏レバー2キロで398円、これを 2個ね、合計4キロ、それからこれ焼き鳥なんかすると最高ですね。セールなんでね。で豚豚ですね、1キロ、それから、豚切り落とし1キロ、でお寿司さんの牛すじね、これを4キロ買いました。でこっち入れて、鶏ももね、これですね、鶏ももこうなってですけど、これを購入させてもらったですね。鶏のももね、2キロで980円ですね。それからこれはなくなっちゃってますよ。これはもうないね。これはもう品切れで買ってないですよ。これはこれね、通常ね、会員限定で通常1480円のやつを680円、一パック限定ですからね。こちらの切り落としですね、豚ね、切り落とし、それから これはね、炒め物用の豚の、お肉1キロ、980円、これを買いました。これ一人で食べるんですよね。これはもうなくなっちゃったね。これはオーストラリア産のお肉で、これはもう品切れ。すじ肉ね、これはね、牛丼に使ったりね、カレーに使ったりですね。1キロ1150円でしたね。これを買いました。これはなくなっちゃったのかな。あ、でこれは出てきたね。さっき出てこなかったのはこれね、これはちょっともうなくなっちゃったんですね。ということで、半麻洋先生のお肉、ここで8キロ買って、で、ここで4キロ、12キロ。ここで15キロ。ね。16。ん？ちょっと待って。8キロ、8キロ。8キロの4キロか、12キロ、13、14、18キロですね。全部で18キロの購入ですね。もう3ヶ月間ぐらいか、4ヶ月間ぐらいかけて食べますね。ありがとうございました。